野崎チャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、ね、この時期が来ましたけど、はい、まあ、FA 選手はね、まあ、今日発表されるんですけど、全部がね、はい、あの出揃う形でね、はい、まあ、でも今のところの有力情報で言うと、まあ、日本ハム近藤、はい、DeNA 嶺井、そしてオリックス伏見、はい、そんで、西武森、はい、で千賀かな、そうですね、メジャーね、メジャーで、うん、はい、っていうところがね、FA しましたけども、はい、ね、SNS 上では西 FA せんやないかお前って言うことばっかり言ってんじゃねえよっていうね。だって動画で、まあ、西投手はしますって言ってましたからね。ねえ、うん、でも FA したじゃん、FA はしたじゃん。あ、行使したってことですか。うん、ただして残留したっていう。だから別に間違ってはない、FA しますって言って、だから FA したじゃん。そういう意味じゃなくてするって、そういう意味じゃない方っていうふうに聞こえてましたよ私には。皆さんに誤解を招く発言がありまして、どうもすいませんでした。いや、移籍するっていうなんかニュアンスだと思ってました。あ、そうなの、うん、ちょっとじゃあ大げさだったかもしれない俺。そうですか、うん、うん、まあでもまあ FA 金は使って、いやだから間違ってはない。まあまあそうですね、FA しましたね。あとカープはやっぱり監督が変わったのが大きかったらしい。ああ、そうなんですか。うん、新井ちゃんにね、はい、うん、西川選手とか、うん、そう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 そ、その今年はもっと FA しそうだと思ったね、はい、もう、うん、すごい激動の年になるんじゃないかと思って、浅村もね、このチームで優勝したいから残留しますみたいな、ね、はい、ところだけど、はい、もう俺はもう、誰がどうとか出ないけど、あの発するコメントはほぼほぼ俺は信用してないのね。え、本当ですか。だって言ってんじゃん、俺があの FA する人の、はい、タイプ、そのタイプね、はい、だどれかだからね。で、なった時によ、はい、そんなしないじゃん FA、はい、今年がこんな FA で、あのロッテの岡とかもね、はい、しませんみたいなね、で田村とか中村とかもしませんみたいなね、はい、で、あの岩佐田もしませんみたいなね、はい、とか殿崎もしませんみたいなね、殿崎もすごい長年の契約もしましたね、うん、そうそう、うん、ってなった時には、うん、え、全然しない、こんなにあったのにみたいな、はい、ってなった時に、うん、なぜ FA をやっぱりしないのかっていうね、うん、はい、今日そういうお話です。しないのか、今年、それは今年だからとかじゃなくてですか。でも今年のアーガメンツで、しかも C ランクとかもいて、うん、こんだけしないって、はい、少なって思わない。うん、なんかもうちょっと動くのかなとは想像してたんですけど、うん、でも動かへんやん、全然、うん、はい、そう、なぜかっていう。へえ、なんでですか。考えないの。もう飽きた、もう飽きましたか。うーん、ちょっと、いや、考えても、今日早いね、もう考えようとしないね、今日もお疲れ気味。ちょっと寝不足ではあるんですけど。なんだろうな、なんでしないのか。でもそれって毎年ものすごい FA がめちゃめちゃ動く年ってそんなあるわけじゃないじゃないですか、うん、だからいつもよ。でいつものいつもなんでそんな日本で FA が少ないのかっていう。やっぱチームに思い入れができちゃうから、うん、このチームで優勝したいってみんな思うんじゃないですか、うん、来年こそリベンジとか。でも入るときは行きたい球団あったのに。はい、でも佐藤さんも、俺はだって逆指名だから。あ、そうですけど、佐藤さんも FA 権を取ったけど、うん、このチームで優勝したいって思って優勝したかしたけど、でもまあまあ俺も多分その類なのよ、はい、そう、理由付けとしては。あ、本当ですか。うん、そうあ、分かった。移籍して今のチームだったら大体出られるような人が FA 権で取るじゃないですか、うん、だから移籍してもしかしたら出られない可能性だって出てくる。そしたらやっぱ出られる今の方がいいんじゃないかと思うから。でも宣言残留も認めてくれてるチーム多いじゃん。宣言して他のチームの話も聞いてもやっぱりうちに戻りますとか、ロックとかも昔はダメだったけど今は宣言残留認めてくれるチームもあるから、はい、別にして聞いてくるだけ聞いてきて、はい、やっぱり出てきませんでもいいわけよ。あ、そっか。だから西とかでも宣言してまで残留じゃんね。はい、そっか、うんうん、でみんな使わないで残留してる人多いですね。ほぼほぼだよみんな。球団がいい条件、やっぱりこうすっごい引き止める、頑張ってだんだん近づいてきた。あ、本当ですか。もう引き止めに、あ、だから FA ってこうお金型とかもあるじゃないですか、うん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 、だからそのお金も増える、うん、出られるっていういい条件がもう揃ってるから。それも一つなんだけど、うん、でも外出たらもっといい条件かもしれないじゃん。でも聞きに行こうとはしないじゃん。そっか。だからね、これはもうね、うん、日本人たるゆえの、はい、もうアイデンティティが反映されすぎてんのよ。それと一つは
やっぱ日本人ってさ、うん、どっしり座ってみたいな、はい、あんまり最近は変わってきてるけど、はい、古く言えば、うん、もう永久雇用みたいな、はい、終身みたいな、うん、とか、はい、ファンの人もそうだけど、うん、なんか出て行ったら裏切り者とか、うん、あと環境を変えないことの安心感とか、まあ、保守的ではありますよね。ちょっと島国的な、うん、やっぱアイデンティティがあるから、はい、そういう風な感情になりやすいっていうのと、うんうんうん、なんか新たな冒険するよりは、うん、まあ、ここでいい感じでいるんだから、まあ、ここでいっかみたいなね、はい、っていうところが、うん、なんかこの入ったところでみたいなね、はい、なんかあったらもう取り返しつかないっていうよりは、うん、っていう感じじゃん。でもあともう一つが自動 FA じゃないから、はい、FA 宣言しますって言わなきゃいけないんだよ、はい、でそうなってくると、うん、下はいいけど、うん、どこも来てなかったら、はい、来にくいじゃんね。まあそうですね。でしかも宣言残留いいですよって言われてても、うん、宣言して他見た時に、うん、あ他いいとこなかったから出戻りしたんやみたいなちょっと受かった見方する人もいるじゃん。ああ、なるほど。あとなんかもう出戻り感半端ないみたいな、うんうん、一回裏切ったねみたいなね。確かに一回言うことによってああ FA 使っちゃうんだ言うんだっていうのファンはちょっとやっぱなるじゃんね。だからそこはなんかちょっと島国根性的なものがさ、あもう DNA 的に日本人には、はい、うん、組み込まれてるのよ、はい、でも欧米人っていうのは、うん、どちらかというともうフランクに、はい、もう転職して、はい、もうビジネスだから、うん、割り切って、はい、でそれも周りも普通だしね、うん、だからいいところ行きますよと自分を高く売っていきますよみたいなね、はい、感じでもう割り切ってるのがこれが普通だけど、はい、日本人ってそういうのじゃないじゃん、ね、まあそうですね。でこれがもし自動 FA だったら、うん、普通にみんなが FA になるから、はい、いわばひょっとしたら岡とかでも、うん、ね、原島とか、うん、とかでも C ランクだから、はい、もう聞いて、はい、でぶって行きやすいじゃん、うん、で、うん、取る方としてもアメリカと違ってその年俸の何パーとか人的保障とかもあるから、はい、自分が B とか A だと、うん、取ってくれるのかな、うん、宣言して保証もあるし、うん、俺の能力で大丈夫なのかな、はい、森みたいなんだったらさちょっとどこでも取ってくれるだろうけどさ、はい、って思うじゃんね、はい、でそうなるとやっぱ宣言しますっていうのがハードル高いで、あーそっか、したくても、うん、しますっていうのが宣言このハードルすごい高いからしにくいの、まあ、まあすごい体力でしょうね、うん、そのして残るっていう意思があってもするっていう行為がすごい体力を使うことなんですよ。だって仕事でもよ、うん、ちょっとヘッドハンディングされて転職しようかなって言った時に、はい、自分の今の会社ですよ、うん、転職宣言しますはい、ヘッドハンティングされます、はい、ちょっと聞いてきます、で聞きに行ってよ、はい、ここへ一番いいんでここで戻りますって言わけんやろ。そうですねでもこれ結構アナウンサーの中でも結構あるんですよ、うん、あのまだ会社には在籍してるけど違うもうちょっとこう大きい局の中途採用面接があるとか、うん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 、でもやっぱりこう保守的なんで、うん、受けに行って受かるかわからない、うん、でも受けに行ったら行ったで噂は広まるから、うん、あの子受けたらしいよっていうのはなるんですよ、うん、だからもう受けもしないって人がやっぱ多いわけですよね、うん、受かったら受かったでまあ転職しますいいんですけど、うん、だからやっぱりその受けるっていうこと自体も結構ドキドキするというでしょ。その、はい、黙って生きるんだったらみんなやりたいよ、うんうん、ね、そう、でも宣言してから、うん、転職しますちょっとライバル企業のあっちのちょっと転職考えてるんで面接受けてきますみたいな言いにくいですよね結構使いますよ、ね、はぁみたいな、うん、ちょっとそれからの立ち位置悪くなりそうやんな。いやそうだな、でやっぱ戻った時に、うん、いた時にやっぱ居づらいですよね、うん、行ったらいいけどね、はい、全然行ったらいいんですよけど、うん、出戻ってきればなんかみたいなね、そう、あ不満、うん、ちょっと不満あるのかなみたいな、みたいな、うん、ちょっとじゃいつ辞めるかも分かんないしみたいな ね、 ね、こっちにシフトチェンジしようかなみたいなね、ちょっと若手に移そうかなとかなっちゃう、ね、だからね、全員が全員か分かんないけども、うん、みんな隠れてやるわけじゃん、はい、こそっとね、うん、で見つかってから辞めますっていうわけじゃんね、はい、うん、だからこのプロ野球界もやっぱね宣言しますっていうハードルが高いと思う、はい、よっぽどのことがない限り、うん、お約束もらってますみたいなね、うん、感じになると転職もしやすいと思うけど、はい、それはなんかタンバリングでなかなかねプロ野球界もうまくいかないからね、はい、やっちゃダメだから、うん、でそういったところではやっぱそれがねハードル高いからできないのにしたくて、うん、でこれもあの自動 FA にしたら、はい、もっと劣勢すると思うね。ああそうですね、だってどんどん交渉してくるわけじゃん、はい、だって自動的になっちゃってるわけですから、もう交渉せざるを得ないっていうのがこれフリーに交渉できるから、うん、もう窓口もいつも開いてる状況だから、はい、全然できるわけ、うん、そしたら俺もっと広がっていくと思うよ。その代わり、はい、あのクビになる選手も出てくるけどね、うんうんうん、
でもプロ野球の宣言残留で一つなんかいいなと思うのは、ファン精神として、その宣言しますって言ってから他の意見を聞きますじゃなくて、もう使って残留して複数年ですって人もいるじゃないですか。あー、騙されてるんだ。え、なんかそのためになんかもう自分はこのチームにずっといますよみたいな意味で使って、来年使うとかもなく、一回使ったら使えないから。そうそう、だからもう騙されてる。え、本当ですか。宣言残留するやつ、全員とは言わないけど、ほぼほぼ複数年、4年契約だから。4年、はい、4年使えないから。5年後使えるから、もう1回やめて。あ、そうか、5年後使えるんですよ。そうだよ、4年間は使えない。4年間は使え、宣言したら4年間使えないから、宣言しますって言って、宣言しますから4年保証してくださいよってことだから、はい、その代わり5年目はどうなるか分かりませんよっていう。ああ、なるほど。ほう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 。だから騙されてるよ。騙されてます。だって宣言残留しますって言って1年契約だったらすごいと思うよ。まあ、そうか、そうですね、うん、いや、なんかそのじゃあ他の動向が聞きたいから宣言しますじゃなくて、もう宣言して残ってこのチームに貢献しますっていう、なんかそういうのだと男にあるなってちょっと思ってたんですけど。でも4年契約だったら別に普通だから。あ、そうですか、うん、だって宣言しなくても4年契約だからできないし、はい、宣言しても4年契約だともう4年間は宣言できないから、はい、別に持ってる意味ないから、はい、宣言しますって言ってる。言ってるだけですか、うん。そんなにじゃあなんか別に変わんないわけですね。だから宣言しますって言って1年契約とか2年契約だったらすごい。すごいですね、うん、それは逆に言うとなんでって思っちゃう。そうですね。はい、逆に、はい、え、表は2年だけど裏4年なのかなって思っちゃう。あー、へー。だってメリットなくない。ないです、ないです、全くないですね。うん、だから騙されてる。そうですか、騙されてました。じゃあだからもっとやっぱその FA 市場を活性化だからよ、はい、その現役ドラフトとかって言うやん、うん、その使われない選手をこの使われるよう買い殺し防ぐためにみたいな、はい、うん、そんなの FA 自動化にした方が買い殺し防げるから、もっと。あ、だって要はその2軍の買い殺しもそうだし、1軍のベンチの買い殺しもあるからね、はい、他のチームだったらレギュラーなのにとか、うん、でも FA 取ってもなかなかしづらいけど、自動 FA だったらずっと一石になって活躍の場が広がる可能性あるじゃん、はい、うん、はい、だから買い殺し防ぐとか移籍の活性化とか、うん、いろんな選手にチャンスをっていうんだったら、はい、選手会も FA 自動化もっと推進した方がいいよね。うんうんうん、まあでもリスクもありますけどね、それで FA 誰も取ってくれなかったら、まあ首でもそれはそいつのせいだからさ、まあまあ実力って意味では、うん、そうそうそう、まあそうですね、だってその FA になってどこもフルスも取ってくれないってことでしょ、はい、だから戦力外と一緒だから関係ないじゃん。まあそうですね、そうか、フルスも取ってくれなかったら戦力外ですね。うん、戦力外と一緒だから別に関係ないじゃん、はい、でもこうきただ FA が自由だから、はい、あ、FA 自由じゃなかったらこいつ置いときたいけど、自由になってこの選手取れたからこいついらんなってなってるだけだから、はい、そうかそうか、でこいつが抜けたところでここもこれいらないんでしょ、はい、だからもともと戦力外みたいなもんだから。そうですね、うん、だから俺はそっちをもっと推奨していけば、もっとその移籍の活性化にもなるし、はい、そういったレギュラーじゃない選手がそういう風に FA で移籍してレギュラーになることもあるだろうし、うん、まあ、もちろん戦力外が1年2年早まる選手もいるかも分かんないけども、もっと活性化されると思う。そうですね、でもっと給料上がると思う。あ、その下の FA の選手たちが、はい、うん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 、争奪戦になるから、はい、まあ、なんかそれが馴染んできたら、そのファン精神の、うん、裏切り者みたいなのもなくなりますもんね。なんか、うん、裏切り者がないよ、ただ移籍なするだけだから。そうですね、そう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 、自動に FA されちゃうから。もっと多分そしたらファンの人が言うのは、はい、もっといい条件出さないから行かれんだよっていう。あー、なるほど、そっちになるわけですね。 なるわけ、だから球団の人になるわけよ、うん、なんで必要でしょ、なんで出すの、もっといい条件出さなきゃっていう。選手に向かなくなるわけです、ね、向かなくなると思う。あー、確かに、うん、あ、いいですね、うん、だからそうすると、うん、ひょっとしたら今年の倍動いてる選手が多いかもしれない。そうですね、まあ今の感じだと、まあ、残ってくれてありがとうっていう感じで、まあ、うん、まあいいですけど、だからそういった面では、はい、もうそろそろこの FA も改善してもいいんちゃう、うん、だから FA ドラフトっていうところも、はい、もうちょっと改革を全体的にしていってもいいんじゃないのかなって個人的には思うね。そうするとこういう感じでもっと FA が活性化すると、はい、ね、うん、ね、皆さんどう思いますか。